2006年の4月1日、イッチはある写真を撮ってからカメラにノイズが入るようになったと語り始めます。そこで掲載した1枚の写真には、思わず目を疑ってしまうものが写っていたのでした。まず、イッチは、神社でヤバい人形の写真が撮れたと言って、スレを立てました。そこでイッチは一切加工していないと言ってスレに写真を掲載したのですが、その写真を撮った後からカメラにノイズが入るようになったのだとか、その写真とはある神社の写真なのですが、人形供養を行っているのか、人形がびっしりと並んでいます。その人形たちのほとんどは黒髪で着物を着ている典型的な日本人形で、本殿の中だけではなく外の通路にまで隙間なく置かれているのです。そこで5分も経たずにスレに興味を持った何人かのスレ民がやってきましたが、最初に書き込んだのは日本語が読めないのか、何がとしか言わない頭弱々2期でした。しかしイッチはスレ民の民度の低さに慣れているのか、全くめげることはなく、写真を撮ってからこの神社に参拝する夢を見るようになったと言います。すると他人の不幸でしか自己肯定感を高められないスレ民によって、よかったなと書き込まれ、さらにはこの写真の日本人形が心霊現象として映り込んでいるものだと勘違いしている、読解力に恵まれなかったスレミンからも怖いと書き込まれてしまいました。そして他のスレミンからもよくわからない写真だと書き込まれてしまい、写真の恐ろしさが伝わってこない様子です。するとあるスレミンが、ここ和歌山県だっけとイッチに質問をしました。そしてイッチはスレミンの言う通り、この写真は和歌山県にある神社で、この神社では人形供養を行っているそうです。ちなみに和歌山県には人形供養で知られている淡島神社という神社があり、境内には全国から奉納された日本人形が2万体以上も並べられているのだとか。しかし、イッチがスレに貼った写真は、ドアップで驚かせるような画像ではなかったため、地味さが気に入らなかったのか、すぐに死ねと書き込むチーズ味の子牛が現れましたが、残念ながら他のスレミンには書き込みの意味すら理解してもらえません。そこでイッチはびっくりさせるつもりはなく、ただ普通に撮影していたらノイズが入るようになったのだと丁寧に説明します。すると今度は、次はタイに行ってこの寺でも撮ってこいよというネット弁慶2期によって1枚の写真が貼られました。するとその写真には思わず著作権を心配してしまうようなかの有名なキャラクターが写っており、素直に可愛いと感じるスレミンもいる中、目に覇気を感じられないことから違法ドラと名付けられ、脱線しまくる始末。そしてここでようやくイッチの写真には紫色の縦筋のようなノイズが入っていることを指摘するスレミンが出てきます。しかし中には具体的にどう問題があるのかわからないスレミンもいて、イッチは写真自体に問題はないものの、右から4番目の人形を神社から持って帰る夢を頻繁に見るようになったことがやばいと言って、その4番目の人形がよく見えるように別の写真を貼り付けました。そしてその写真には着物の柄の違いしかわからないものの、イッチが夢の中でお持ち帰りしてしまう日本人形が写っています。そんなイッチの写真を見たスレミンは思わず寒気がしたり、鳥肌が立ったりして、その恐ろしさに触らぬ神にたたりなしだぞと言って、写真を撮るなよと注意するスレミンも出てきました。するとハゲに厳しいスレミンは、お持ち帰りしている人形の近くにあるハゲの人形が原因だと言って推理を展開します。
とはいえ、日本人形はホラーでよく使用されることもあり、多くのスレミンが苦手意識を感じているようです。しかし、一枚だけじゃ物足りなかったのか、怖いもの見たさで他の写真を要求するスレミンもいます。そこで、イッチは同じ神社を別の角度から撮影した写真を掲載しました。それは本殿の正面を撮影した写真と、本殿を別のアングルから撮影した写真だったのですが、やはり1枚目の写真と同じように2枚ともノイズが入っています。しかし、このスレにも揚げ足取り2機は健在で、センサーが壊れかけているだけだと指摘しましたが、イッチはこの写真を撮ってからセンサーが壊れたというタイミングが怖いと改めて説明しました。そんな風に改めて説明されると、スレミンは怖いからやめろと言って逆ギレしてしまいます。しかし一方で思ったより怖くないというスレミンや、不気味の谷に似た怖さはあるけど、それ以外は普通だと指摘するスレミンもいました。ちなみに、不気味の谷も知らない世間知らずな地域視聴者のために説明すると、不気味の谷とはロボットのような人工物を人間の姿に近づけていくと、ある段階で嫌悪感や強烈な違和感が生じる現象のことです。すると突然、やばいというイッチの言葉遣いが大嫌いだという、自称女スレミンが登場しますが、イッチはすまないと謝ったかと思うと、女スレミンの異常性を感じ取ったのか、思わずやばいと口走ってしまいます。こうしてスレミンの反応を受けたイッチは最後に、興味本位で写真撮影するもんじゃないなと言い、謝るためにもう一度参拝すると書き込んでスレを去っていきました。するとイッチを心配したスレミンは、同じ人形をお持ち帰りしないように注意すると、別のスレミンはイッチが例の日本人形をお持ち帰りしてフィギュアのように部屋に飾ってしまう様子を想像してしまいます。さらにはスレを立てたイッチに対して、お疲れ様ではなくお疲れ様と書き込んで、かつて2チャンネルを騒がせた恐怖のスレを彷彿とさせるスレミンや、あろうことかこの後イッチが事故に遭うとかないよなとフラグを立てるスレミンもいて、イッチが無事に帰宅できたのかわからないまま、このスレは終了してしまいました。人形供養の神社で写真を撮ってから、イッチのカメラにノイズが入るようになってしまうというスレでした。4月1日という投稿の日から見て、釣りの可能性もあるのでしょうか。あなたの意見をコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。